はい、皆さん、こんにちは。ということで、日本は正午ですよね、土曜日の。今、59分なので、もう数分待って始めたいと思います。まだ皆さん、帰ってきていないので。ですね、その間にちょっとなんか適当に話さないといけない。録音し、時間もなんか話しましたけど、もうちょっと要領よく録音することを、お勉強しないとなんかダラダラしてることのように喋ってましたが、時間があれば聞かれてください。でですね、まだ待った方がいいですね。5分ぐらい待ちますかね。まあ、もうちょっと、まあ、3分から5分ぐらい待ってもいいですよ。ですね。まあ、聞かれた方もいるかもしれませんが、まあ、アトランティアンのことを調べていたんですが、あんまり出てこない類のものだということが分かり、途中で、まあ、諦めちゃったわけですが、名前を忘れちゃいました。ドアイスしてしまいました。ホワイトテンプルブラザーフットというものが、まあ他のサイトのところでアトランティスに出てきて、それを調べていたら、どうやらアトランティスというよりは、一般的に言われるホワイトブラザーフットと呼ばれる方たちのことだったんですが、その方が、ホワイトブラザーフットが来てやってくれるのか、ちょっと私、手話じゃないです。なんとなく、そうかもしれないけど、ちょっと違うかも、みたいな。で、まあ、その流れで調べていくと、多次元的に存在している、ソースという、まあ、日本語で言うと、トートという、エンティティというか、まあ、存在の方がいらっしゃいまして、その方もアトランティスに、まあ、深く関係しているというふうに書かれていましたが、で、エメラルドタブレットという有名な、石板っていうんですか、まあ、伝説、今や伝説というか、実際にそれを発見した人がいて、それを解読して、解読したのも、後に、ピラミッドの中に戻したって言われるアメリカ人の男性がいたんですね。もう亡くなってますけど。で、そこに行き当たり、みたいな、その方が、まあ、ホワイトブラザーフットと関係しているということで、で、全部のナンバーが4400人だったから。まあ、そういう、アセンデッドマスターの、で、その中のアセンデッドマスターもそれだけものすごい数がいて、なおかつその最も、まあ、すごい方たちっていうんですか、高位の方々が、ホワイトロッジと呼ばれる方みたいですけど、まあ、それは置いといて、どっからどこまでがアトランティスに関係してるのかよく私もわからないので、アトランティスシードに関しても、レムリアンシードと同じようにやってみないと分かんないんで、とりあえずやってみますということで、あまり期待も何もないと思いますけど、もうすでに第7チャクラ開いちゃってるし、多分始まっちゃうと思いますけど、ですね、もう始めちゃいますかね、8人ぐらいいらっしゃるみたいですけどね。全部見えないんですよね。私、ナンバー8って出てますけど、1、2、3、4、5、6しか見えないから分かんないです。まあ、とにかくいいです。始めちゃいます。待ってても日が暮れてしまうんじゃない ということでですね、ちょっと待ってくださいね。すでに頭の上がこうスースーしたり、まあ第7チャクラですね、スースーしたり、こうキーンと冷たくなってる感じをしてる方がいるかもしれないです。まあ、もう繋がってるって言われているので、大丈夫じゃないですかね。なんでこう、うんって言うんですかね、このコンピュータ
よくわかりませんが。これはいらないか。はい。それでは、ですね、リラックスされて、ちょっと待って。姿勢は最初は椅子に座ってまっすぐしてた方がいいかもしれないですね。後にどういうふうになるのか私ちょっとまだわかんないんで、タイミングが来れば、いや、座ってなくてもいいですよと言うかもしれないです。で、まずリラックスされてください。で、次に呼吸は深く、長く、ハートを心臓ではなくハートを中心に360度風船が膨らむようにゆっくりと呼吸をしてください。この時に前側だけではなくて背中側をより意識して、前側は普通にやってるからできるはずなんです。後ろ側が膨らむように意識してやってやり続けてください。で、その意識を必ず真ん中辺、縦の真ん中にぐーっと揃えてください。で、他に伝えないことがいけないことがあるんですかね。ちょっと待ってくださいね。別にないそうです。はい。もう向こうは準備万端みたいな感じですけどね。男性の方です。エルダー系の背の高い魔法使いのようにも見えますけど、なんかこうイメージ的にちょっと白いので具体的、白いというか光って白すぎて具体的にどういう感じなのかはっきり見えませんが、男性の方ですね。後で交代するかもしれないですね。最初にこの方が出てきて、後ってもうより大きなところとつなげるようなことを言っていますが、まあとりあえずやっていただきますということで、ちょっと波動を上げますね。よろしいですか？ちょっとリラックスしてくださいね。ちょっと人によっては、なんか、心持ち怖い感じがする人もいるかもしれないけど、心配しなくて大丈夫です。何もあなたたちを取ってくるようなことは起きないと思います。で、心配しないでくださいと。で、少し感情が出て、かすかな感情が出てくるかもしれないです。そのまま深呼吸して、可能な限り背骨をまっすぐに。で、もうちょっと波動を上げますね。耳鳴りが続いている人がいるかもしれませんが、一時的に強く感じられるかもしれないです。で、耳の圧ですかね。耳の中の感じが、こう、ぐーっと戻ったり、膨らんだり、戻ったり、膨らんだりするようなことがあるかもしれないです。で、エーテル層ですね。体の宇宙スーツのところが少し冷たくなるでしょう。で、場合によっては、ちょっと痛い感じ、皮膚がすでに腕のところとか太もものところとか、結構、そげ落とされてるっていうか、クレンジングガン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 結構強めに始まっているので、これはクレンジングの症状なので、これが済むとハードの代謝が良くなって次第に暖かくなっていくと思います。
なんかクリスタルの一種のような波動を使ってるようですね。後の別の波動が入りやすくなるように下地を整えてる段階だそうです。少し頭が痛くなる、もしくは頭の前頭葉が痛くなる人が出てくるかもしれないです。で、肩も可能な限り緊張を解いて、で、首、頭蓋、首、上半身、下半身とこう感じてみて、可能な限りまっすぐにこう、なんていうんですか、整列させるっていうか、まっすぐなポジションを探してください。体の外側と、もうすでに内側もゆっくり密度が上がってきているので、ハートのセンターの縦上とかがこう、ちょっとキューッとする感じが入るかもしれないです。こう、きしむような感じが入るかもしれないです。頭の前頭葉のところ、あとはこめかみの上ですね。耳の上のちょっと、こめかみよりちょっと上の辺とかもこう、きしむような感じ。痛いかもしれないです。人によってはかなり。鎖骨の周辺とか、鎖骨のくぼみのところからちょっとこう、違和感を感じられる方も出てくるかもしれない。そこも可能な限り、リラックスさせてください。頭の中の縦の軸ですね。中枢神経が入って、その上に脳幹があって、中脳とか下垂体とかがあるわけですね。で、その上に脳室があり、で、まあ、右脳、左脳があり、まあ、側頭がありということになってるんですが、頭の中の縦の構造を意識して、まっすぐこう、真ん中、上から見て真ん中のところにまっすぐ入ってるような感じを可能な限り維持して、ハートの周辺から温かいエネルギーが拡大して下の方へ降りていきます。第三の目の額の上の方ですね。あとは目の周辺に変化が現れるでしょう。あとは鼻の中、鼻の奥ですね。あと、頬骨の下、目の下の頬骨の下の内側っていうの、奥側っていうんですか。可能な限り縦の頭のてっぺんから、喉、頭蓋、喉、上半身、横隔膜、下半身、尾骨とか、可能な限りまっすぐに維持してください。
額の眉毛の上の頬周辺左右とかも、ちょっとこう何かが動いている感じがするかもしれないです。首の首の後ろ、とか、後頭部とかがこう涼しくなる感じがするかもしれないです。頭の全体が少しずつ涼しくなるっていうか、まあ、クリク、あの、クールに気持ちよくなっていくと思います。で、ですね、肩甲骨の右側と左側をちょっと確認してみて、ちょっと動かしてみてください。内側に外側にちょっと反るような感じで、どっか硬いところ、こわばっているところがないか、確認してください。で、ハート周辺から温かいものがこうゆっくりと下に落ちていく、まあ、定期的に、インターバルでこうからゆっくりなリズムでこう下に落ちていくのを感じられるかもしれないです。頭蓋と頸椎、首の骨の付け根の周辺ですね。ここら辺を可能な限りまっすぐにしたいようなので、まっすぐに、頭がまっすぐ乗ってるイメージ、首が結構曲がってるっていうか、頭蓋が曲がって乗ってるんじゃない、頭蓋をぐーっと上に引っ張る感じで、意識をぐーっと上に引っ張って、頭がこうぐーっと上の方に引っ張り上げられるぐらいでちょうどいいかもしれない。で、体が動きたいようにさせてあげてください。こう、あまり強くコントロールせず、固めず。ハートの中心のところにちょっとドックンっていう、まあ、鼓動に似たようなものが現れるかもしれないです。
頭の中の圧が変わります。太ももの内側とかがゆっくりゆっくりあったかくなっていくと思います。耳の内側ですね。ちょっと痒くなったりするかもしれないです。耳の穴が。で、顎の顎関節、耳の周辺ですね。で、頭の中の気持ちよさ、もうちょっとで下地が終わるんじゃないですかね。だいぶ、クリーンになってきてると思います。波長が変わります、ちょっと。ハートの周辺にマッチする波動が流れてくると思います。ハートの周辺がもうちょっと早く暖かくなるでしょう。ハートを中心に大体もう上半なんだ、体の胴体の幅のほぼ4分の3ぐらいの幅で、どん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 、こう下に流れていくのが分かる人も出てくるかもしれないです。で、ゲップが出たりとか、もしくは、何か、空気を出したいっていうか、中にあるものを出したくなる感じの人が、出してください。止めずに。横隔膜ですね。胃のって横隔膜、体の縦の横隔膜の中心、だから上半身の下の方が、ぐーっと暖かくなるかもしれないです。第三チャクラ、太陽神経節ですね。これはメンタルと、メンタルチャクラって言われてるところで、頭の中と直結しているところですね。そこがガーッと活性化されるようです。で、横隔膜の上下の周辺で、ね、
左側に膵臓、脾臓、で、右側に胆嚢、肝臓とありますが、その辺の周辺を感じて、暖かいのがその辺に十分に広がるように、ちょっと感じてください。目頭の上のちょっと内側ですね、奥側。頭の奥にある下垂体の周辺ですね。額の下の、眉毛と眉毛の間の内側っていうのを奥っていうんですか、こうぐーっと重たく、こう、なる、締まるような感じがするかもしれないです。鼻頭とかも。主に前頭葉ですね。感情とかにも関係しますが、イライラとかにも関係しますが、感情的な反応のところを穏やかにするっていうか、もっとクリーンにするようですね。イメージ的には、イルカの頭の前、鼻の上っていうんですか、ポコッとこう、膨らんでるじゃないですか。ああいう感じ。そこの部分をこう、ガンガン今、こう、調整してるようですね。引き続き、こめかみ、顎関節、歯の奥、歯並びが、良くない方は、ちょっと顎をぐりぐり動かしてみた方がいいかもしれないです。もう少しでまた波動が変わります。もうちょっと熱量のあるのが入ってくる感じですね。今度は脳室の周辺の後ろ側ですよね、多分。この感じだと。脳幹の背面に松果体っていうのがぶら下がってるんですが、その上の周辺、その松果体周辺のちょっと上部みたいな。
頭の中の感覚を可能な限りこうまっすぐに並んでるとか、縦にまっすぐ、横にまっすぐ、なんかこう、イメージ的には、格子、みんなグリッドですね、格子をイメージして、その格子に沿ってこう、ぎゅーっと全部がはまってる感じ、漠然としてて構いません。頭の中に格子が入ってて、まあ、こう格子にこう沿って、ちゃんと収まってる感じ。もう胴体全体はもうかなり安定してきてるので、ちょっともうちょっとハートのところがまだ調整されるかもしれませんが、特に腹部の上部はかなり重点と安定始まっているので、人によってすごく熱く感じる方もいるかもしれないです。ああ、これからアトランティスシールですね。映像が入ってくる人がいるかもしれないです。アクアオーラのような輝きの、もうちょっとターコイズっぽいブルーなんて、アクアオーラが光ってる時の、ラメの美しさのような、ひし形のクリスタルが投入されるようですね。もう入ってると思いますけど。可能な限り頭の中をまっすぐに格子の状態に維持してください。頭の中心の芯の上、ちょっと上の方がぐーっとこう、何かがこう入ってくる感じがするかもしれないです。右側の側頭葉、これ人によるかもしれませんね。両方、私は右側に起きてますが、人によるかもしれないです。でも、分からなきゃ頭の縦の中心を意識し続けて。ハートの中、ハートのところにも、新しい感覚が入ってくる。
乳腺ですね。脇のリンパと乳腺のところも、上半身の外側もあったかくなると思います。別のコンポーネントが入ってきます。赤紫系の結晶みたいな、クリスタルみたいな感じに見えますが、やっぱりアクアオーラの、特有のメタルな輝きっていうんですか。肩、胸椎、背骨の上部ね、もう可能な限りリラックスさせて、ちょっと動かしてみてください。硬いところがほぐれるように。新しいコンポーネントが入ってきます。もっとターコイズグリーンみたいな、グリーンのなんていうの、メタリックな、ちょっとターコイズグリーンっぽいものが入ってきます。喉の周辺ですね、これね。喉の周辺がパターッと冷たくなるかもしれないです。こめかみのとこ、ちょっとキューッと痛くなるかもしれないです。頭、側頭葉がこうカーッとなって涼しく冷たくなるかもしれないです。頭の縦の中心をちゃんと縦にグリッドに、ちゃんと漠然とグリッドイメージして、グリッドの中に固定みたいな、ずれないように、ちゃんと縦横まっすぐをイメージし続けてください。額の奥ですね、頭の中心に新しいコンポーネントが入ります。ちょっと額の頭の真ん中の方がぐーっとこう動くような感じ、何かが押して入ってくるような感じがするかもしれないです。
メタリックホワイトみたいな、メタリックパールみたいな感じの結晶ですね。ちょっと大きめですね、前のに比べると。ちょっと胸のところが痛い感じが出てくるかもしれないです。第3の目の、前3の目にも入ってきてるシードクリスタルと、ハートに入ってるシードクリスタルをつなげるって言ってるので、ハートと頭をつなげるってことになります。ハートのとこちょっとこう、痛い感じ、刺すような感じがするかもしれないです。ハートの感覚が脳っていう頭っていうか、まあ、頭の方につながりやすいように拡張してるみたいですね。下から上に、ハートの方から上の方に拡張してる感じですね。五感、まあ、ハートと頭の互換性が高くなるように。目の上の奥とか眼圧、目の周りがこう違和感が出てくるかもしれないです。あとは、歯茎っていうか、歯の中っていうのは、特に上の方、上歯の歯の中が、こう、ぐーっとこう重たくなる感じがするかもしれないです。自律神経の調節だって言ってますね。このハートと頭をつなげるところの主な、働いてるところは自律神経だって言ってますけどね。まあ、上半身まっすぐにして、頭もまっすぐして、上半身も頭ももう四角い、グリッドの格子の中にピーッと入ってて固まって動かない状態をしばらく維持しておいてください。頭の中がぐーっと重たくなるかもしれません。大腿骨の股関節のちょっと上の方のちょっと気持ち内側っていうんですか、ね、
これもカバラに関係しますね。セフィロトっていうか別のチャクラっていうよりは、球体のエネルギーボルテックスがあるんですが、股関節に一つずつ、両肩に一つずつ、横隔膜とハートの周辺に一つと、右のと右脳の斜め上に一個ずつと、頭の上に一個と、第一チャクラの下に一個ともあるわけですが、この下の二つ、股関節の二つと、上の両肩の2つのバランスを調整するようですね。基本的には全部のスピロット全部で11あるのかな。脳がこう、より目覚めるとか、より活性化するようですね。頭がちょっと、こう、なんて締まる感じっていうか、絞られる感じがするかもしれないです。ちょっと感情が出るかもしれないです。で、頭の上にピラミッドですね。三角錐のピラミッド。四角、下が三角形でできてるピラミッド。下が四角ではなくて三角形で、四面体のピラミッドですね。をイメージしてください。で、それと、に重なるように、それを反対にした、逆三角形ピラミッドをイメージしてください。六芒星になる感じ。マーカバの、マカバの移植というか、アクティベーションだと思います。まず、下から上のものが先に、こう調整されるようですね。その後に、上から下の三角形が微調整されて、最終的に接続というか、同化するんだと思いますけど、頭の中がどんどんクリアになっていくと思います。ハートのところの温かさも、こう、流れがもっとこう、明確になっていくというか、はっきりしてくると思います。で、額の、下じゃないな、こめかみですね、左右のこめかみ。これは人によって右か左がどっちかが痛いかもしれませんけど。こめかみのちょっと上部っていうんですか。で、また頭の中と鼻の上の方とかがぐーっとこう、振動する感じがするかもしれないです。これもうちょっとかかりますね。これ多分まだ、近くかかるかもしれないですね。もうだいぶ終わりの方だと思いますけど。また第三の目とかがぐーっと奥に入ってくる感じっていうか、ずーっとずん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 、中心に向かって何かガン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 入ってくる感じがするかもしれないです。で、ハートの周辺、特に上部、肺の上の方とか、あーっとチリチリジリジリするかもしれないです。顎の周辺、右の耳の、各関節の上、耳の周辺。頭の奥、中心部ですね。
手のひらとか手の甲とかがピリピリチリチリするかもしれないです。頭の奥の感覚がこう落ち着くような感じっていうか、定着するようにこう可能な限りまっすぐに、ずーっとこうちょっと手前、後ろ側に引くっていうか、ぐーっと後ろ側に、ちょっと後ろ側上向きに、ぐーっと引っ張る感じにしてみてください。ちょうど頭の中に透明なクリスタルでできた部屋ができる感じ。ダイヤモンド型の、ピラミッドを上に下にひっつけたひし形の空間ができるような感じ。もしくは頭の中にこうオベリスクが入ってるような感じ。背骨を意識して、背骨の下から上まで、まっすぐ、体がまっすぐっていうか、まあ、きれいにカーブして、揃うようにイメージしてください。これが背骨にの全体的な、まあ、アクティベーションというか、調整をするようです。イメージ的には背骨、頭から上までオベリスクが入ります、みたいな感じですね。ちょっと痛いところが出てくるかもしれない。肩甲骨の周辺。いらないコードが切れる感じですかね。で、背骨、イメージ的には背骨にオベリスクの胴体が入って、頭のな中に背骨、オベリスクのてっぺんというか、トップにあるキャップストーンが入って、みたいな感じですね。ほぼ、その必要なものは入ってるようなので、あとは多分、仕上げっていうか、まとめだと思います。もうちょっとですね、あと5分ぐらいかな。6分ぐらいかな。またこめかみが痛くなるかもしれないです。仕上げですね。頭の中に、はかりのようなものっていうか、天秤のようなものを入れるみたいですが、横に動いたり、右に行ったり、左に行ったり、前に行ったり、なんかこう、羅針盤みたいな類のものですね。
ちょっと体がこう、丸いボールの羅針盤みたいなものがあると思うんですが、円盤型ではなくて丸い球体の中に、船かなんかで使ってるようなもの。それがこう、ぷーっと入ってくるような感じ。で、頭の中にその羅針盤がこう浮かんでるっていうか、その球体があって、その中に羅針盤があって、こう浮かんでる感じ。で、目の目頭のところですね。視覚のところ。もうラストですね。もうちょっとですね。ゆっくりと全体的に落ち着いていくと思います。で、少しずつ波動が引いていきます。まだそのままリラックスされたまま、こう、うーっと体が、なんていうんですかね、こう落ち着くのを感じ続けてください。鼻の中がこうムズムズするかもしれないので、かくしゃみが出るかもしれないです。まだもうちょっと目のところやり残してる感じですね。目のところまだ覚えてますね。あと全体的にもかなりまとまってると思います。そのまま、頭のこう微妙な揺れっていうか波のようなこう揺らぎっていうんですか、しばらく一緒にいてくださいと。まだこう馴染むのにしばらくかかると思います。で、過激な運動をせず、すぐになんていうの、こうバタバタ動かず、スローに動いて、スローに物事をしてくださいと、最低3時間ぐらい。で、丸いも卵の白身のように見えるんですが、多分卵の白身を食べると何か、いいんじゃないですかね。黄身じゃなくて白いところ、タンパク質ですよね、多分。
もしくは丸い食べ物、もしくは楕円形とか豆状の食べ物っていうんですか、丸い形態の、エネルギー値の高いもの。やっぱ豆、もしくは卵のような、アーモンドとかナッツとかじゃない類のもの。豆系でしょうね、多分。もしくは、果物系で言っちゃうと、チェリーとか、ぶら下がって小さい目のもの。まあ、カカオとか。あと、女性の、まあ、男性のことも、まあ、関係ないかもしれない、ザクロ。今シーズンかどうか分かりませんが、やっぱり梨、洋梨のような、エアフィギュアの日本の丸いやつじゃなくて、ひょうたん型のやつですね。なんかこう丸い感じのもので、ひょうたん型もしくは豆型でぶら下がる系のもの、食べ物、植物って。もう大丈夫みたいですね。とりあえず終わって引いていっているので、しばらく3時間ぐらいゆっくり動かれてください。で、頭をこう維持するというか、特に上半身の縦を可能な限り意識してまっすぐに保ったまま動いた方がいいです。こう猫背にならないとか、首がこう垂れないとか、反れないとか、可能な限りまっ3時間ぐらいまっすぐしといた方がいいそうです。ということで、しばらく様子を見られてください。と、で、これで、また後から追加情報をブログにあげるかもしれないですけど、この感じだと、あまりにもなんか高度なものが入ってきている感じなので、で、頭がこう、時々ぐーっと痛くなるかもしれないです。多分、後天反応だと思います。あまりの場合は、アスピリンとか、アスピリンいらないって言ってるか、飲まない方がいいかみたいですよね。水、あとはまあストレッチとか、首を伸ばすとか、首をマッサージするとか、そういうところの方がいいみたいですね。まだこう、ぐーっと、まだ頭の中がまだ調整中みたいな感じなので。ということで、まあ、今回もご参加ありがとうございますということで、明日は何するかまだ考えていません。また後ほど多分発表すると思いますので。で、時間があればもう何回か再調した方がいいかもしれないですね。今日かなり精密にやってくれてると思います。今までの中でもトップ3ぐらいで精密にやってくれると思います。で、そういうことって、それではまた明日。